はい、こんにちは、ゆうかりチャンネルです。あ、これ反対だね、こうだね。今回はね、ネックウォーマーを編んでいきたいと思います。季節も少しずつ進んできているので、あったか小物も少しずつやっていきたいと思います。でですね、そう、インスタグラムの方でもちょっとお知らせしたんですけども、メランジのね、最初はね、この七色彩色じゃなくて、こっちのメランジのベージュ、ダイソーさんのこれを使って編んでたんですよね。で、あと一玉あったらね、なんとかこうここに差し込む形の、パッと外せるようにピッと差し込むような形のネックウォーマーを編んでたんですけども、これがもうとにかくどこ行ってもなくてですね、ないもので紹介するのもあれなので、他の色はあるんですけど、ここから違う色になっちゃうのでね、ちょっと考えて、これはもう途中で放棄しました。で、セリアさんの七色彩色ならね、これキャンドゥさんにもちょっとパッケージ違うのがあると思うので、こちらならちょっと数が揃うかなと思って、でこちらを今回6玉買ってきました。で、私は 7.5 号で編みますが、8号でも7号でも大丈夫です。で途中までちょっとね、1個分でどれぐらい長さがいるかちょっと確認したくて、私は 7.5 号針で、40目作って編んでいます。 1,2,3,4,5だいたい12段、このマークのとこが1段分なんですけど、今こちら12段が3つぐらい、3玉使っています。3玉でもね、もうまだもう少しやっぱり足りないので、こう巻いて少しここにね出るぐらいの長さが欲しいので、やっぱ6玉8号で編む人はもうちょっといるかもしれないですね。7玉ぐらいあると安心かなと思います。ではね、こちらの作り目から紹介していきます。でね、おまけなんで、こうやってね、かぎ針を外したところがこのね、クリップ、文房具屋さん100均の文房具のとこで売ってるクリップを止めて抜けないようにしてあります。おすすめです。円周、このね、輪に編むんですけど、輪の長さを調整したい人は、8の倍数で作り目をしてください。はい、まず作り目です。かぎ針 7.5 号で鎖編みですね。鎖編みを40目編みます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11これを、こう持ってきて、で最初の鎖の頭に引き抜きます。はい、これで40目できました。はい、まず立ち上がりが鎖3目です。鎖3目編んだら、ここではなくてこちらの穴に長編みを編みます。はい、次の目にも長編みを編みます。最初だけ立ち上がり3目を1目と数えるので、立ち上がり3目と長編みを2目編み進めていますが、他の場所では長編みを3回編んでくださいね。次、1、2個開けて3個目の輪に針を入れて長編みを2回編みます。
そしたら鎖を2つ編みます。なら同じ目に長編みをもう一度2回編みます。ここがね、少し扇形の形になります。こんな感じ。そしたらね、また2目開けます。1、2、今度3目目から長編みを順番に1回ずつ編んでいきますね。3目分編みます。あとはこれの繰り返しです。2目開けて、次扇の模様なので長編み、長編み、1、2と鎖を編んで、同じ目にまた長編み、長編みを編みます。これをね、最後のまでぐるっと編んでいきます。では編んでいきます。はい、最後の扇が編めました。そしたらね、ここ2目余ってるんですが、無視して 1、2、3目目の頭に引き抜きます。これで1段目が終わりですね。で、鎖3目で2段目立ち上がって、同じように長編みの頭に長編みを編みます。1段目と同じです。立ち上がりは1目と数えますので、これ合わせて3つ入ってますね。で、次の扇の場所、そしたらこの鎖2目のところに針をそのまま入れて長編みを2回編みます。はい、そしたら鎖2目ね、またここに長編みを入れて持ってきて、こういう感じで扇のとこには常にここから長編み2個、鎖2個、長編み2個を入れていきます。もう2段目からはこの長編みの頭には長編みを順番に3回編みます。で、扇のとこには長編み1回、2回、鎖2つ、長編み2回と編んでいくだけです。これをね、お好きな長さまでずっと編んでいきます。では編んでいきます。では私もずっと編んでいきますので、皆様も編んでみてください。では引き続きパート2の方でやっていきます。ゆかりチャンネルでした。バイチャー。